ハンスウルリヒホン・エッケンベルクは、ハプスブルクやオーストリアの政治家、エルベルスドルフ領主在フリートホン・エッケンベルクの息子であり、バルタザール・エッケンベルガーの彦である。エッケンベルク家の一員であり、車うこうの借位を得た。ハンスウルリヒホン・エッケンベルクは1568年に、グラーツで生まれ、プロテスタントとしての教育を受けた。しかし、彼の幼少期と青年期について知られていることは、 少ない。1583年、彼はドイツにおけるプロテスタントの中心地であるチュービンゲンに向かい、有名なプロテスタント大学である、チュービンガー大学で教育を受けた。エッケンベルクと同時代のヨハネス・ケプラーもチュービンガー大学で教育を受けた後、グラアーツで教師を務めている最中で、初の著作である、宇宙の神秘を書いた。チュービンガー大学で受けた教育は、 エッケンベルクが複雑なエッケンベルク上を築いたことの礎となった。一方で彼はプロテスタント教育を受けたにもかかわらず、その後の経歴では神聖ローマ帝国における最も権勢のあるカトリック貴族となり、同族のループレヒト・フォン・エッケンベルクをも超えるほどだった。ジュービンガー大学を卒業した後、当時の若い貴族が行う大旅行のグランドツアーをして、 ネーデルラント、スペイン、イタリアといった帝国領を旅行した。父が1594年に死去すると、エッケンベルクはグラアーツに戻って、下領を継承、その管理を行った。その直後には、グラアーツにあるフェルディナント大公の宮廷に入り、政治障害の始まりとなったが、宮廷入りに伴いカトリックに改修して、大公の厳しい大公宗教改革政策を支持した。 内オーストリアの宮廷では、フェルディナント大公の母、マリアアンナ・フォンバイエルンの介入によりエッケンベルクの影響力がさらに強いものだった。エッケンベルクはフェルディナントより10歳年上だったが、二人はすぐに親友になり、その関係はエッケンベルクが死去するまで続く。フェルディナント大公は1619年に、フェルディナント二世として新生ローマ皇帝に選出された。 エッケンベルクは、宮中古門館首長及び自重長として、フェルディナント2世に仕え、30年戦争の時期に最も影響力の強い政治家となった。彼は、現代の首相と似たような立場にあり、フェルディナント2世は1619年から1634年まで、エッケンベルクの助言なくして、重要な政治決定を下さなかったとまで言われた。 エッケンベルクは30年戦争の動乱という時期に常にフェルディナント二世に仕えた。1625年から1635年まで建築されたエッケンベルク城。中央にエッケンベルク家の紋章がある。フェルディナント二世はエッケンベルクへの紋章として借位などを与えた。1598年、名のループレヒト・フォン・エッケンベルク及びエッケンベルク。 家全体がフレイエンシュタンドに引き上げられた。1620年にはスペイン王フェリペ3世がエッケンベルクを金曜も騎士団員に助した。1623年、エッケンベルク及びエッケンベルク家はフィルストに引き上げられた。1628年、エッケンベルクは車を高の借位を得た。エッケンベルクの政治障害は1625年に 内オーストリアの総督に任命されたことで頂点に達した。それ以降、彼は大公と同様の絶対な権力を持って、内オーストリアを統治した。このような職に任じられたのは、ハプスブルク家以外の人間では、エッケンベルクが唯一だった。この職に就いたことで、彼は自分の新しい地位を示すために、家族の居場であるエッケンベルク城の改修を開始した。しかし、 彼は、改修が終わる前に、ゴートで1634年10月に死去した。彼は、後継者のヨハン・アントン・一世を残しており、ヨハン・アントン・一世は、父すら成し遂げられなかった、帝国議会で議席を得ることに成功した。ハンスウルリヒホン・エッケンベルクの印象、エッケンベルクは、数々の混乱に直面しながら、神聖ローマ帝国の政治家として、 フェルディナント二世を導くことに成功した。彼は緩やかながら常に統一した帝国を目指しており、それを果たすには中央集権化して古くからの貴族の権利を削ぎ、及び諸侯の自立傾向を食い止める必要があった。こうしてエッケンベルクは先制君主としてのハプスブルク家の帝国を形作った。エッケンベルクが建造させた。 エッケンベルク城は2002年9月10日に発行された10ユーロの記念貨幣のモチーフとなっている。また2006年9月には、豊臣秀吉時期の大阪城を描いた豊臣期大阪図屏風がエッケンベルク城に発見された。2010年8月1日、国際連合教育科学文化機関は、グラーツの市外歴史地区の登録を拡張して、エッケンベルク城を追加した。 ありがとうございます。